はいどうも、カッパ園長です。2月16日、今日もニュース見ていきますんでよろしくお願いします。じゃあまず最初はね、この高梨選手ね、高梨選手を失格にした、ほらフィンランド人のね、このチェック検査員いたじゃないですか。ミカなんとかさんでしたっけ。ミカじゃなかったっけな。まあなんかその人が、なんか言い訳というか、ミカユカラさんだっけな。なんかね、自己正当化しながら、いや、選手やチームが悪かったんだみたいな、なんかそんなようなことを言い出して、でもね、この詳しいなんかその経緯というか詳細はね、一切語らないんですよ。いや、とにかく俺は何も間違ったことはしてない、俺は言われたことは言われた通りにやっただけなんだ、跳ねられた奴らが悪いんだみたいなことを言うんですよね。とんでもないなとんでもないやつだな。スキージャンプ混合団体で日本のこの高梨選手ら女子選手5人がスーツの規定違反で失格になった問題で、極端に厳しい検査を率いていたと指摘されているフィンランド人の主任検査員、ミカ・ユカラ氏、が14日までに共同通信ですねの、インタビューに応じて、現在のルールにのっとって行われたと検査の正しさを強調した上で、だ何もミスったわけでもないし、間違えたわけでもないし、必要以上に厳しく、なんかこの嫌がらせとか、なんか別な意図があってとかそういうことじゃないと、ルールに、決められたルールに従っただけなんだって言ってるんですよね。へぇ。で、女子の検査への直接的な関与を否定したと。で、混合団体の後、ユカラ氏が、日本メディアのインタビューに応じるのは初めてで、同氏は、混合団体当日は男子の検査だけに従事していて、他のことはしてないと。高梨選手らの検査には直接は関与していないと主張。女子の検査場で何が起きたのかは答える立場にない。言えるのは検査がルールに沿ってやっていたということだ、としたんですよね。へぇー。で、高梨選手を含む複数の選手が2日前の個人戦でも同じスーツを着用し、検査をパスしていた。ドイツメディアなどによると、このミカ・ユカラさんが、混合団体の検査に同席し失格になった複数の選手の検査時には、背後に座って様子を見ているようだったという。で、失格者が出たドイツなどから混合団体の検査に居合わせたユカラ氏が、極端に厳しい検査を主導していたとの批判が出ているんですよね。で、また高梨選手ら複数の選手や監督が検査時に通常と異なる体制を取らされるなど、なんだっけな、この手を上げるとか横に伸ばすとかそういうやつですよね。検査方法が通常と違うと指摘しているが、ミカさんは、男子では全てシーズン中と同じ計測方法で行った、厳しさも何も変わってないと強調。男女ともに各国のチーム代表者が出席する事前会合をそれぞれ開き、今シーズンの検査方法をオリンピックでも継続すると伝達していたと明らかにした。で、複数の女子トップ選手が一度に失格となる事態を招いた理由については、女子の責任者ではないのでしっかりとした形で答えられないと回答を避けたんですよね。まあなんか怪しいっすね。まあ所詮メディアのインタビューだから、なんかあれですよね、細かく全部洗いざらい、なんかね、答えなきゃいけないわけじゃないから、自分たちにとって都合の悪いことは絶対言うわけがないですからね。じゃあ例えばね、このなんかね、いくつかなんか自分たちにとって都合のいいところだけ選んで、渋々口開いた部分だから、この記事の内容で、そうだな、じゃあルールに沿ってるっていう部分ですかね。いや、ルールに沿ってるのは別にいいですよ、っていうかむしろ当然ですよね。ルールから逸脱した検査方法なんかやってたらとんでもない話じゃないですか。やるんだったらなんで全員にやらないんですかね。ルールにのっとってやってるんですよね。公平に全員にやるんじゃないんですかね。だからこの測定する側がね、もう一定じゃないのが問題点だよね。だからもうこれ今回の件に限らず、もう今後全てこのスキーのジャンプ、個人も団体もこの検査方法をさ、ね、この変えないとダメだよ。で、完全にね、いつ何時どの大会でも同じ基準、同じ、ルールで、ね、同じ手順で、もう必ず毎回同じ検査をするようにしないとおかしいでしょ。だってやる人によってさ、ね、通したり落としたりとかっていうばらつきが出るってことだよね。っていうその辺をさ、ね、この固めよう、ね、ちゃんと決めましょうっていう議論をしないとダメだよね。だってやり方を変えたんだったら、それルール変えたのと一緒ですからね。
コロ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 なんかさ、ね、いかにもなんかこの今まで、ね、このスポーツとかこの経済とかでもよくあった、ね、日本のこの誰かとか何かとか個人とか企業とかがなんかこう目立った活躍すると、でその日本のねこの何かとか誰かとか企業が、ね、今後次活躍できないように、うん、次もどうせ勝つだろうって語れると困るから、ね、では日本の何かとか誰かを狙い撃ちにしたこのレギュレーション、レギュレーションとかさ、このルールとかさ、ね、この規約変更ってもうしょっちゅうね、ずっと昔からもうずっとそんなことばっかりやってきたじゃないですか。ね、うん、F1 なんかがいい例ですよね。うん、ああいうようなことをさ、ね、もうやれないようにさ、うん、固めてほしいよね。うん、まあでもやらないでしょ。欧米のね、誰かとかね、この代表選手とかチームとかがね、うん、勝てるようなールールにしたければすればいいんですけどね、どうせね、なんか練習したりとか、なんかすごい道具を発明したりとかしてさ、ね、なんだかんだ言ってそのルールに合わせて勝てるように日本はね、この選手なりなんなり、このチームでね、うん、合わせてこの勝てるようにしてくるはずなんで、ただこのコロ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 ね、その時のこの気分とかでさ、ね、うん、やる人間によって、検査する人間によって、なんか判定が変わるとかさ、基準とかルールが変わるとか、それはなんかこう、むちゃくちゃな、そういう状況を許す、なんかこう、ぬるい、なんか、ね、うん、そういうルーズな体制はダメだよ。うん、ちゃんと固めてもらいたいっすよね。うん、じゃあ例えばね、これだってこの男性検査員がさ、ね、女子選手のスパッツ脱がせて必要にいろんな姿勢、体勢を取らせるのもルールに沿ってるっていうんですかね。うん、そんなわけないですよね。だから女子に対してね、この極端に厳しいことはね、否定できてないじゃないですか。否定できていないからこの議論をすり替えることしかできていないし、ね、自分たちに都合の悪いことは一切口をつぐんで、ね、いやルールに沿ってやってるだけなんだ。いや私は女子の責任者じゃないし知らないんだ。何の説明にもなってないですよね。うん、じゃあ今までワールドカップではちゃんと測定してなかったってことなんだから、もう記録全部無効にでもするつもりですか？そんなことできないですよね。うん、だからもうシーズンとせめてですよ、せめてこの、ね、この2000、なんだ、例えば今年、2022年シーズンとかさ、シーズン通して一貫した検査である必要がありますよね。うん、でシーズン終わって、ね、なんかこの総括っていうかまとめてみて、いやここはなんか問題がありましたよね、いやこれじゃなんか厳格とは言えないです、足らないですよねとか、なんかこうまとめてね、うん、改める点があるんだったらそこはなんか改善すればいいですけども、なんかね試合大体これ試合中でしょね、うん、一つの大会でもさ、なんかこう一貫した検査がやれていないってどう考えてもおかしいよね。うん、一方なんか違う競技とはいえ、ロシアはさ、ね、この違反薬物打ちまくって、ね、うん、16歳未満だからっていうのをいいことに、ね、メダル取りに行くわけでしょ？うん。おかしいよね、なんかいろいろとね。うん、まあ分かって言ってますけども。これに関してはなんで全数検査じゃなかったのかってとこですよね。時間がかかったから、時間がなかったから仕方がないとですとかで言うつもりですかね。全然話が食い違ってるし、言ってることはなんかこうちんぷんかんぷんだし、およそなんか納得にいく説明でもなんでもないですよね。うん。なんで本来いるはずのない男性検査員がじゃあなんで混じってたんですか。何のために混ざってたんですかね。なんでその人が女子選手のスパッツまで脱がせる必要があったんですかね。なんで個人戦で検査されて問題なかった、ね、このクリアした、クリア判定したスーツが、着て出た選手が、ね、国対抗団体戦では失格だったのか。客観的なね、うん、コメントをね、欲しいですよね。うん、ありのままに。まあでも出てこないでしょうね。うん、もう競技後の狙い撃ち検査がルールに沿ってるのかってそこですよ。うん、おかしいですね。これはもう明らかに日本を含めた高梨選手を含めたこの5人を落とすための検査だった。これはもうね、間違いなくそういう事情ね、そういう目的でやったそういう検査だったんで、これはもう検査ね、この立ち会った人間、うん、協会全部丸ごとなのか分かりませんけども、いやもう全員処罰の対象にすべきですよ。うん、不正ですよ、不正。不正検査。選手が不正したんじゃないですよ。検査する側とね、それを許したこの大会、運営がね、うん、処罰されるべきだと思いますよ。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。